キッズゲームス。もうすぐクリスマスだね。今年はサンタさんからのプレゼント何かな。クモリンのことだからバナナをお願いしたんじゃないの。違うよ。じゃあ何をお願いしたの。金のバナナ。結局バナナやないかい。でも金のバナナってどんなのか気にならない。私は別に気にならない。よし、スパイになってサンタさんの家に潜入するよ。ってなことでポン。え、いつの間に。スパイと言ったらこの格好だよね。よし、サンタさんの家にレッツゴー。サンタさんの家が気になるお友達はいいねで教えてね。サンタさんの家はこの山の向こうにあるらしいよ。なかなか遠そうですな。クモリン、バリラー。この声はサンさん。こんなところで会うなんて奇遇だね。ってそんな格好で何してるの。スパイになってサンタさんの家に侵入しに行くとこだよ。ってなことでサンさんも。いつの間に。よし、サンさんも一緒にサンタの家にレッツゴー。ここがサンタさんの家だよ。見たところ普通の家だね。よし、手分けして侵入できる場所を探そう。これはシャッターかな。でも開かなそうだから別のところ探そうっと。煙突の上に登ってみたけど、さすがにここから降りるのは危ないそう。サンさんとクモリンと合流した方が良さそうだね。プレゼントはクリスマスの日まで楽しみにとっておきたいけど、ここまで来たら気になっちゃうし、少しだけ覗いてみよっかな。サンタさんが2人。もしかしてあのブラックサンタがサンタさんを誘拐しようとしてる。高いところって登るときより降りるときの方が怖いんだよ。おーい、バリラー。あいて。どういうこと。あ、サンさん、バリラが煙突から落っこちちゃったんだよ。それが落ちた結果がなんだかわからないけど捕まっちゃったよ。とりあえずバリルとサンタさんを助け出すよ。玄関に向かおう。わかった。バリル、サンタさん、助けに来たよ。って誰もいない。もしかして2人を連れて逃げたのかも。でもどこから逃げたのかな。さっきシャッターを見つけたからそこからかも。すぐに行ってみよう。逃げられた後みたいだね。でもどうやって2人を運んだまま逃げたんだろう。見て、ソリの跡みたいのがある。何ですと。きっとソリで2人を運んだんだね。すぐにソリの跡をたどって追いかけよう。あれって、ブラックサンタが乗っていたソリみたいだね。近くにブラックサンタの住処がありそうだね。2人で手分けして探そう。そういえばブラックサンタってどんな格好してるんだろう。ん、あれはきっとあれがブラックサンタだね。待てー、ブラックサンタ。見つからないし、一度クモリンと交流を。待てー、ブラックサンタ。今の声はクモリン。待てー、プリルとサンタさんを返せー。あ、ボートで逃げていく。クモリン。あ、サンさん、今ブラックサンタがボートで逃げていったんだ。それなら一緒に後を追おう。出発。ブラックサンタが乗っていたボートがここにあるってことはこの近くにいるのかな。あ、何かある。地下への入り口かな。きっとこの下がブラックサンタの住処だね。早速入ってみよう。この先にブラックサンタがいるのかな。慎重に進んでいこう。それならスパイっぽく潜入してみようよ。スパイっぽく。これからどうなるんだろう。でもサンさんとクモリンがきっと助けに来るよね。天井から潜入作戦だよ。これ結構きついね。うー、確かに腕がもう限界。クモリン。うん、いてててて。大丈夫、クモリン。サンさん、クモリン。プリルもサンタさんも無事でよかった。二人ともありがとう。ブラックサンタを簡単にやっつけちゃうなんてさすがだね。僕の作戦の
のおかげだに。あれ、そんな作戦聞いてないけど。スパイは時に仲間にも作戦を隠すことがあるんだよ。でもちゃんと助けてくれたし、そういうことにしといてあげるね。そうだ、サンタさん、金のものよろしく。今日は公園で遊ぶよ。クモリンは先にいるみたいだよ。到着。あ、あそこに誰か倒れてる。助けに行かないと。うん、あれってクモリン。大丈夫クモリン。うん、お腹がお腹が空いたの。違うよ、お腹が痛い。すぐに病院に連れて行かないと。そうだね。お医者さんが最近流行ってる謎のウイルスのせいかもしれないって。謎のウイルス？そのウイルスにかかるとお腹が痛くなるんだって。何か心当たりはある？くもりん。そういえばたった今お腹すいた、バナナ食べようっと。おいしい。あ、手洗いうがい忘れてた。でももう食べちゃったし、まあいっか。ってことがきっとそれだ。家に帰ったら手洗いうがいはしないとダメだよ。今度から気をつけましゅ。それで僕の体は治るの？それがまだ治す方法が分かってないみたい。じゃあ僕どうなっちゃうの？そうだ、私たちで治しちゃおうよ。僕たちで？でもどうやって？それはね、じゃじゃーん、体を小さくする機械だよ。こんな機械いつの間に？もしかして小さくなって体の中に入るんだよ。それはちょっと怖い。そんなこと言ってる場合じゃないよ。早く機械に入って。やるしかないみたいだね。それじゃスイッチオン。わわわわ、目が回る。あ、本当に小さくなってる。二人とも小さくなっちゃった。クモリンが大きく見えるね。小さくなったから戦うための道具や薬を持たないとね。それじゃ体の中に行くよ。二人とも気をつけてね。それ無事に入れたけど、なんだか洞窟みたいだね。あ、聞こえる？クモリン。聞こえるよ。通信機でクモリンと話せるようにしといたよ。それじゃあ今から進むから、クモリンは動かないようにね。了解。みんな、クモリンを助けられるようにいいねで応援して。体の中ってなんだか迷路みたいだね。まずは肺を調べてみよう。はい。吸った空気を入れるところだね。見たところ問題はなさそうだけど。クモリン、どこら辺が痛かった？お腹の下だったかな。そしたらもう少し下に行ってみよう。何か見えてきたよ。ここは胃袋かな。消化液で池みたいになってるね。泳いでいくのはやめといた方が良さそうだね。クモリンに消化されちゃったら大変だもんね。二人を消化なんてしたくないよ。でもどうやって進もうか。食べ物の上をジャンプしていけそうじゃない？確かに、それで行ってみよう。それ、そりゃ滑って落ちたら消化液にドボンだね。おっとっと、よいしょ。絶対に落ちないでね。これで最後っと。やった、食べ物がいっぱい浮いててよかった。クモリンの食いしん坊が役に立ったね。それほどでも。褒めてないよ。よし、先に進もう。なんだかまたお腹が。クモリン、いただお腹が。立ち上がったら落ちちゃうよ。お腹痛いよ。クモリン、落ち着いて。揺れがすごくて立ち上がれない。収まったみたい。痛かった。でも今は少し痛くなくなったかな。も
もしかしたらウイルスが暴れる時に痛くなるのかも。そしたらまた暴れ始める前にやっつけないと。あそこ見て。あれってもしかして謎のウイルスかも。見つけたの。早く倒して。よし、やっつけるぞ。それそれ、体の中は傷つけないようにね。そりゃえい。なんとか倒せたかな。お疲れさんさん。クモリン、お腹はどう？まだ少し痛いかも。まだ他にもウイルスがいるのかもしれないね。さらに奥に進んでみよう。ちょうどここがお腹の下の場所だよ。クモリンが痛いって言ってたところだね。サンさん、あそこ。なんかさっきのウイルスと見た目が違うね。って増えてる。あのウイルスのボスが増やしてるのかも。じゃあボスを倒さないと増え続けるってこと？でもボスを倒せば解決ってことだよね。これ以上増える前にやっつけなきゃ。まずは増えた分のウイルスを。それそりゃ、これでラスト。よし、残りはボスだけだよ。こんな時こそ持ってきた薬を。って、これ薬がない。え、サンさん、薬忘れてきたの？確かに持ってきたけど。あの時落としちゃったんだ。そにゃー、どうするの。剣じゃ勝てなさそうだし、ここはひとまず逃げよう。わーん、追ってきてるよ。ここまで来れば。で、まだついてきてるの？しかも消化液の中泳いでるよ。あんなのどうやって倒せば。あ、どうしたの、サンさん。さっき落としたはずの薬があったよ。ニャンニストン、どうしてこんなところに落ちてるの。薬を落とした後、すごく揺れたからここまで転がってきたのかも。すごい、ラッキーだね。この薬を消化液に。それ動きが止まった。効いてるみたい。よっ、やったー。倒せたの。やった。これでウイルスが増えることもないよね。クモリ、お腹は痛くない？今は全然痛くないよ。ということはこれで治療完了だね。無事に終わってよかった。それじゃあ体の外に出よう。せっかくだし、クモリンの体の中もう少し探検してみない？やめてよ。無事治療が終わってよかったね。お腹の調子も絶好調。お医者さんがもうお家に帰っても大丈夫だって。本当に？やった。二人ともありがとね。今度から手洗いうがいをちゃんとしようね。はい。なんだか治ったらお腹空いてきちゃった。バナナ食べよう。いただきます。あ、手洗いうがいは？あ、忘れてた。またお腹痛くなっちゃうでしょうが。そうだ、手洗いうがいは忘れずに。サンさん、おはよう。おはよう、クモリン。サンさん、クモリン、おはよう。おはよう、プリル。早速だけど、今日は町の中でケイドロ対決をしていくよ。やった、ケイドロだ。警察役と泥棒役に分かれて勝負してもらうよ。遊ぶ範囲は町の中すべて。そんなに広いと警察は見つけるのが大変そうだね。ちなみに町にはお助けアイテムを隠しておいたよ。お助けアイテム？追いかけたり逃げたり隠れたりするためのアイテム。いろんな種類を用意したから見つけてね。面白そう。早速始めよう。警察役と泥棒役を1回ずつやって、警察役の時に早く捕まえられた方の勝ちだよ。それじゃあケイドロスタート。やるぞやるぞやるぞ。僕たちと一緒に遊びたいお友達はいいねで教えてね。最初はクモリンが警察だね。すぐに捕まえちゃうよ。泥棒はサンさん。早速何か見つけたみたい。これって足が速くなる薬？飲むと少しの間足がものすごく速くなる薬だね。これがお助けアイテムか。よし、もらっておこう。サンさん見つからないな。でもまだ始まったばっかり
助けアイテムを見つけたみたい。すごく臭いキノコ。叩くとものすごい臭いガスが出るキノコだね。こんなのどう使ったらいいのさ。まあ一応もらっておくか。神社に隠れようかな。から逃げることに成功。これは早すぎるよ。どこかで休憩でもしようかな。そうだ、学校に隠れて休もう。あー、サンサン見失っちゃった。あれ、なんだろうこれ。人探しボックス。そのボックスは名前を言いながらボタンを押すとその人の居場所を教えてくれるよ。やっと、これで簡単にサンさんを見つけられちゃうね。それじゃあサンさんの居場所を教えてください。なんか出てきた。学校？サンさんは学校にいるってことだね。今すぐ学校にレッツゴー。学校着いたけど広いし探すの大変そう。そうだ、いいこと思いついちゃった。学校の中でさっき手に入れたこのキノコを、えい、ここならそう簡単には見つからないよね。うん、なんか変な匂いが。え、なにこの匂い。鼻がかかりそうなほど臭い。臭かった。これでサンサンもたまらず出てくるね。あのキノコがこういう風に使われるなんて思っても見なかったよ。やっと外だ。臭すぎて頭がクラクラするよ。サンサン、この声はクモリン。サンサン、カンフー。うわー、捕まっちゃった。サンサンが確保されたよ。逃亡時間は29分40秒。もしかしてあの匂いって僕が使ったお助けアイテムだよ。とんでもないアイテムだね。それじゃ役割を交代して次行くよ。今回は僕が泥棒だ。29分40秒を過ぎても捕まってなければクモリンの勝利だよ。よし、絶対に捕まらないぞ。クモリンを探すぞ。でもその前にまずはお助けアイテムを見つけようかな。さっきみたいな強いお助けアイテムないかな。あ、見つけた。何が入ってるかな。煙玉を使うと周りが煙に包まれるよ。なんだか忍者みたい。もらっておこうっと。街が広いからなかなか見つからないね。あ、お助けアイテムの箱だ。何が入ってるかな。バナナか。それは普通のバナナだよ。クモリンなら喜んでたんだろうけど、今は別のアイテムが欲しかったな。うん、クモリンなら。そうだ、ここに箱を運んでっと。これでクモリンもすぐに箱を見つけられるね。どうして箱を移動させたの。箱を見つけたらすぐにやってくると思うから、そこを捕まえようと思って。でもさすがのクモリンも簡単には引っかからないと。お助けアイテムじゃなかったけどバナナが入ってた。すぐに引っかかるんかい。クモリン発見。サンサン逃げろ。待て、このままじゃ捕まっちゃうよ。追い詰めたよクモリン。どうしよう。そういえばさっき手に入れたアイテムで煙玉。えい、うわー、なになに。キフキフ、あれ、クモリンがいない。今ので逃げられちゃったみたいだね。もう少しで捕まえられそうだったのに。なんとか逃げられた。煙玉も使っちゃった
だし、ここはひっそり隠れてよ。クモリもお助けアイテムも見つからないな。僕の逃走時間の記録までに捕まえないと。あ、もしかしてこれってお助けアイテムだ。助かった。変声機？それは自分の声を他の人の声に変えてくれる機械だよ。こんな風にクモリンの声も出せるんだね。そういうこと。でも声を変えられてもクモリンを捕まえるのには使えなさそう。わあ、いいこと思いついた。このまま逃げ切るぞ。クモリン、クモリン、この声はプリル。サンさんの記録以上逃げ切ったから終わりだよ。公園に集合ね。やったやった、サンさんに勝ったぞ。お待たせ。あれ、誰もいないよ。ここで待ってればいいのかな。クモリン。あ、プリル、サンさんはもう来て。プリルじゃなくてサンさん。クモリン確保。え、でもゲームは終わったんじゃん。え、私は一言も言ってないよ。どういうこと。お助けアイテムの変声機でプリルの声になってクモリンを呼び出したんだ。ということは僕が勝ったっていうのは嘘だったみたいだね。そんな、声が変わってたら絶対騙されちゃうよ。今回はサンさんが一枚上手だったね。うう、悔しい。それじゃ結果発表だよ。逃走時間、サンさん29分40秒、クモリン27分20秒。長く逃げたサンさんの勝利。やったー。うーん、あともう少しだったのに。クモリンもすんごく頑張ったね。サンさん、さっき使ってた変声機ちょっと貸して。はい、どうぞ。頑張ったクモリンにはバナナをプレゼント。私の声で言ってもバナナはあげないよ。そうだ、次は買ってバナナもらうぞ。おはよう。おはよう。あれ、クモリンはまだ来てないみたいだね。呼び出したのはクモリンなのに。この声はクモリン。二人ともおはよう。いたんなら早く出てこいよ。僕、楽しい遊びを思いついたんだ。楽しい遊び？その名も探偵ゲーム。探偵ゲーム？誰かがいたずらをしてその犯人を探偵になって当てるゲームだよ。いたずらした人は自分が犯人ってバレないようにするの。くもりん、言いにくいんだけど、人狼ゲームっていう嘘つきを当てるゲームがすでにあるんだよね。にゃんですと。僕が最初に考えたゲームだと思ったのに。でもいたずらをするっていうのは人狼ゲームと違っていいと思うよ。確かにこういうゲームも楽しそうだね。それじゃあ早速ゲーム開始だ。探偵になって犯人を見つけてくれるお友達はいいねを押してね。準備完了。集合場所の公園に向かおう。見たところまだ誰も来てないね。うわぁ、いってて、誰だよこんなところに落とし穴を作ったのは。きっと二人のどっちかだな。ということで落とし穴を作った犯人を探すよ。これだけの穴を掘ったら泥だらけになっちゃいそうだよね。ところでクモリン、なんでびしょ濡れなの？ちょっと水遊びしたんだ。こんな真冬に何やってんだよ。私は絶対やってないから、これはクモリンが怪しいね。違うよ。もしかしたらビービーが自分で掘って落ちたのかも。そんなわけねえだろ。ちなみに僕もクモリンが怪しいと思うよ。どうして？落とし穴を作ったら僕だったら落ちてるとこを見たいと思うんだ。確かに。でも堂々と見ていたら犯人ってバレちゃうから、
隠れてみるよね。それでこの公園で隠れられる場所は、わかった、真ん中の噴水。噴水の中に隠れたら泥だらけになった体も洗えるもんね。ということはさっき濡れてたクモリンが、犯人はクモリン。うわぁ、絶対バレないと思ったのに。さすがに濡れてたらバレるだろう。あれ、みんな遅いな、どうしたんだろう。クモリン、クモリン、大変だよ。どうしたの。神社が大変なことになってるみたいなの。クモリンも一緒についてきて。わかった。一体何が起きてるの。神社が見えてきたよ。なにこれ。さっき通りかかった時は鶏いなかったのに。これってもしかして、探偵ゲームのいたずらだね。この中に犯人がいるの。よし、誰が犯人か探そう。おお、まずは僕たちの行動を確認しよう。私は7時40分に学校に来て、職員室で先生とお話ししてたよ。僕は7時30分に学校に来て教室にいたよ。僕は7時20分に学校に来て図書室に。そんな早く図書室にいたの。早く着いちゃって暇だったから本を読んでたんだ。まとめると、 BB、 くもり、私の順番に投稿したことになるね。神社の前を通った時はなんともなかったけど、僕の時もなんともなかったよ。ということは最後に投稿してきたプリルが犯人だね。違うよ、私も見た時はなんともなかったよ。でも僕とクモリンのどちらかが犯人なら、プリルはニワトリだらけの神社を見たことになるよね。確かにそうだけど。ところでクモリン、教室にいたみたいだけど、どうしてそんなに早くに？早く学校に着いちゃって教室に来たんだけど、チャイムが鳴ったから朝のホームルームが始まると思って待ってたんだ。そんな早くにチャイムが？誰も来ないからみんな遅刻かなって思ったんだよ。それならクモリンより早く来ていた BB はチャイムが鳴ったのに教室に戻らなかったことになるね。それは…あれ？どうして戻らなかったのかな？チャイムなんて鳴ってなかったぞ。クモリンが嘘をついたんだ。嘘なんてついてないよ。チャイムが鳴るのは8時なんだから、そんなに早く鳴るわけないぞ。本当に鳴ったんだよ。これは先生に確認しに行こう。先生から聞いてきたよ。機械の故障で早くチャイムが鳴ったんだって。僕が聞いたのはそれだったんだ。もしかして実は BB、 図書館に行ってなかったのかな。にゃんですと。本当は神社でいたずらして私より後から投稿したからチャイムを聞いてなかったんだよ。そんな証拠ないじゃないか。じゃあなんでチャイム鳴ってないって嘘ついたの。それは観念して BB。 じゃあ今回の犯人はBB。 バレちゃったか。やったー、名探偵クモリン。真実はいつも一つ。学校も終わったし帰ってご飯食べよっと。あれ、家の中から物音がした気が。誰もいない。気のせいかな。まあいっか、何を食べようかな。で、あれ、食べ物がほとんどなくなってる。ということはさっきの物音は気のせいじゃなかったのか。まだ近くに泥棒がいるかもな。どこだ。あ、プリルだ。おーい、プリル。ビービー、そんなに慌ててどうしたの。泥棒に入られたんだよ。泥棒。きっと探偵ゲームの続きだと思うから、クモリも呼びに行こう。わかった。ということで僕の食べ物を取った犯人を探すよ。食べ物を盗むなんて許せない。それじゃあ2人に事情聴取します。私は学校から帰る途中だったよ。
マックは家でご飯を食べていたかな。プリルが家の近くにいるのは僕も確認したね。じゃあ証拠がないクモリンが怪しいね。嘘じゃないよ。でもプリルも十分怪しいんだよね。どうして？家に入る直前に物音を聞いたということは、泥棒は少なくとも近くにいたってことになる。近くにはプリル以外にはいなかったから怪しいよね。それだけで怪しむのはおかしいよ。それに理由はもう一つあるんだ。もう一つ？クモリンが犯人ならバナナを絶対残していかない。確かに。推理の結果、犯人はプリル。違うよ。本当に違うの？ふんふんふん、犯人はマークでした。クモリンだったの？でも近くには私と BB しかいなかったよ。それじゃあ説明するね。その時の僕は、よーし、 BB の家でいたずらしちゃうぞ。あの箱なんだろう。わー、食べ物がいっぱい。大好きなバナナもある。いたずらで食べ物もらっちゃおう。後で返すからいいよね。バナナももーら。はっ、好きなものをわざと残して疑われないようにするって前ドラマで言ってた。だからバナナは我慢我慢。あれ、家の中から物音がした気が。あ、耳だ。隠れないと。みんなと合流すれば完璧だね。ってな感じでした。すごいね、クモリン。なかなかやるじゃねえか。クモリン天才です。じゃあ今回の探偵ゲームは終了。楽しかった。それじゃあクモリン、ゲームも終わったことだし、僕の食べ物を返してくれる？え、やっぱり返さないとダメ？返さないと本当に泥棒になっちまうぞ。そうだ。